ール、エルシャーラウィに渡る、止めた、ルーズボール、ガサマ、アリ気味のクロス、オフサイドですか。奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。来た、先制、Sユナイテッド、 Sユナイテッド先制1対0。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなっていうところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね、うん、なるほど。さあ、ペスユナイテッド1対0先制しています。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。なるほど。前半31分です。硬いディフェンス、前線へのボール、メンディ中央へ、このボール危険です。チャンスですよ。シュート、ルーズボールになる、うお、来た、追加点、エスユナイテッド、エスユナイテッド立て続けに得点が決まります。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。リビエール、今日2点目です。さあ、ペスユナイテッド着実に得点を重ねていきます。2対0、ペスユナイテッドとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。飛び出していました。いやー、ギリギリのところ狙ってますよね。前半40分を過ぎました。サイドを使う、サイドからチャンスメイクしたいですね。シルバーしっかりと抑えました。長いボール狙っていく、これをカットします。ここも固い守りでボールを奪います。裏へ抜けた、ループシュートだ、狙いすましたんですが報われません。まあ、ちょっとキーパーのポジションも確かめながら打ったと思いますけどね。これはなかなかこじ開けられない。前線へ出す、上がっていく左サイド、ここで前半が終了しました。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。ペスユナイテッドとしては自分たちの時間帯にしっかりと得点を重ねることができましたね、はい、得点の形は非常に良かったですから、うん、この後も行くときは行く、はい、守るときはしっかり守るということを続けていくことですよね。なるほど。ペスユナイテッドが前半は2対0という形リードして折り返します。インテルのキックオフでスタート、ここもしっかりディフェンスしました。オラーニョス、スペースへ出す、旗は上がっていません。自分で行く、チャンス来た、あっと倒された、 PK です。ここで PK、 いやー、やってしまいましたね。エスユナイテッドペナルティーキックを与えています。
ボールはもうセットされています。ついてきましたからね。さあインテル、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。できるだけ後半の早い時間に点を取ること、これが一番大切なことだったんですけども、はい、来ましたからね。これで試合分からないですよ。そうですね。さあ前線へ、味方を走らせる、抜いた、来た、1対1、これはファールでしょう。さあこの位置、絶好の得点機でしょう。追加点のチャンス。進めていきました。これは奪い返します。マクシモビッチ、メンディ、抜けてくる。スティーブン・フレッチャー、緩いボール、このボールに触ります。ルディンガ、メンディ、このセカンドハーフで詰められているわけですから、北澤さん、ここから終盤までさらに集中しないといけないですね。そうですね。この失点で気持ちが切れないことが大切ですよね、もう一度選手同士でコミュニケーションを取った方がいいでしょうね。はい、ベンチにいる監督もそわそわしていることでしょうね。インテルがここでファウルを取られます。枠はまだ2つ残しています。マクシモビッチ、サイドのスペースを使う、よくカバーしましたよ。縦を使います。リビエール、裏へのスルーパス、シャラウィ、裏に味方を走らせる、リビエール、味方を走らせる、このパスはキーパーへ、ダシャバ、右サイド上がっていきます。少し出ましたね、チャンスだ。ここは体を張ります。とこれは繋がりません。カットです。前線へのボール、S ユナイテッド、これこの前のプレーに対してでしょうね。
をカットします。いい速攻でしたけどもね、シュートで終わりたかったでしょうねと思いましたからね。おっとここでカードが出ます。さあ縦のボールを入れてきますがこれはありません。パオロカンナバール、あっとこのボールがつながります。残り10分を切りました。左上がっていく、ヘルシャーラウィーに渡る。オランジャス、これはファールです。ちょっと距離ありますよね。これはわずかに右でした。ベリゴ、今の飛び出しのタイミングっていうのは、いや良かったですよね。タイミングはバッチリでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。フェスユナイテッドとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね。ここはタイムエンドホイッスルまでシュー来た、追加点フェスユナイテッド。ユナイテッドダメ押しゴールとなるのか。リビエール、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応できるんですよね。見事ですね。リビエール、カットトリック。さあベスユナイテッド、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。この時間帯で2点差にできたのは大きいですよね。ここからはもうチーム全体で時間を使いながら、まあ、そういった感じになるでしょうね。さあ中央へ、さあ前線へ、ここで受ける、ベスユナイテッド勝利です。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。ベスユナイテッドとしては